吉山先生。はい、生体成分と体内動態の研究データ揃いましたけど。あ、ありがとう。それと14時からの症例検討会忘れないでくださいね。個人研究に熱中するのもいいですけど、今度遅刻したら私も教授に怒られるんで。うぃ。吉山先生もなんでそんな昔の100円玉ばっか集めてるんですか。私にもわからないんです。本当におめでとう。ありがとう。ずっとここ来てるよね、お祝いの時には。ねえ、あ、そういえばこのボートも毎回小さく感じるね。今度はいつ乗るのかしらね。ねえ、お父さんってさ、どんな人だったの？どうしたの急に。よ、なんとなくぼんやりとしか覚えてないし、どういう人だったのかなと思って。変な人よ。日本に帰ってきて相変わらず映画撮ってるみたい。今は山にこもってるんだって。連絡取ってんの？うん、たまにメールが来るくらいね。なんて何も言わないの？だって聞かれてないもん。ちょっと。ちかもちゃん。さすが。立ち姿はイケてんだよね。うるさい。卒業するの分かってんだからさ、ちょっとだって持って帰りゃいいんだ。本当に来てくれて楽しかった。私たちも
で、すいません。まあ、たまには若者に囲まれるのも悪くないけどね。本宮君知ってんの？いや、知ってんもないもん。吉田拓郎は俺も神ですよ。変わった高校生だね。なんて曲？これあれだったね。よく知ってるね。いいよね。二人の声も消えてしまった。あれは春だったね。のど言って、タクロ歌いすぎた。やっぱ頼りになるわ。五郎ちゃんが近くに入れてくれると安心だわって。お母さん正解。吉山くんが。そう、吉山くんが。相変わらず忙しいの。ワーカホリックもいいとこ。体壊さなきゃいいんだけどね。今日はありがとうございました。じゃあまたね、ごろじちゃん、はい、じゃあね。あ、ごろちゃん、ごめんよ、仕事中に。渡したいものって何？うん、これ吉山君の写真。私の写真？うん、うちの近所の深町さん覚えてるでしょ、珍しい洋館の、あのおばあさんから。屋根裏部屋を片付けてたら見つけたんだって。深町さんもなんで吉山君の写真があるのか分かんないんだけど、思い出だから渡してちょうだいってさ。この隣の子、うちの中学いたかな。それ深町さんの温室のラベンダー、吉山くんが好きだったからって入れてくれたんだ。土曜日の実験室。吉山くん、私行かなくちゃ。ああ、ごめんね、仕事中長々。すいません。吉山くん、深町くん、吉山です。はい、すいません、吉山です。娘さんですか？はい。大きな外傷はなく、打撲や軽度の裂傷が見られますが、そちらは2週間ほどで完治するでしょう。ただ頭部を強く打っていまして、現在意識は戻っていません。目覚めるのを待つしかない状況です。
なるべく声はかけてあげてください。また後で来ますね。一睡もしてないんでしょ。少し横になったら、目覚めた時にあかりちゃんが元気じゃないと吉山君が心配するよ。3日にタイムトラベルしてみましょう。秋田県能代行き深夜バス転落事故、帰省客に加え多くのスキー客を乗せたバスは3月2日の夜新宿を出発しました。バスは国道4号線を北上し、福島県に入る手前までは予定通りの順調な。36年前のこの日、しかし翌3日の未明、突風にこのバスに乗る予定だったんだよ。ガードレールを越えて崖下に転落、乗員乗客合わせて38名の尊い命が奪われました。スキーに行く途中だったんだ。ドジだからバスのチケットを家に忘れちゃったんだ。の時期でしたが、実は私の友人もこの事故で命を落としたんです。でもね、生かされたのは運命だと思ってる。吉山君は強運の人だから、絶対に目覚めるよ。大丈夫。ありがとう。
お母さん、私今日誕生日だよ。18歳。なんか大人な響きだね。お母さん、お母さん、あかり、あかりだよ、お母さん、行かなきゃ、ダメ、動いちゃダメ、何、あの人に会いに、深町和夫。深松和夫、写真と鍵、私のバッグ、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 写真と、行かなきゃ。ダメ、お母さん、お母さん、分かった、私が行く、私が行くから。どこにいるの？1972年4月、土曜日、中学校の理科実験室。1972年、研究室の机の鍵、その中に薬が。それで過去にそれを飲んで念じれば、私が伝えてくるから。だからお母さん、しっかり、お母さん、お母さん、しっかりして。1972年、
1972年の4月土曜日の実験室。1974年の2月だったっけ。1974年の2月土曜日の実験室。誰ですか。俺はミゾロギリョータで、ここはうち。覚えてないの昨日。昨日深
赤町和夫？は？じゃない。ここって世田谷西中学校の理科実験室？聖徳大学。もうなんで？あ！医務室閉まってるし、放っても帰れないから、うちに連れてきた。今日、何年何月の何曜日？1974年2月17日の日曜日。卒業した。そうですそうです。でもこっちの男の子の方を探してるんです。見たことないよね。分からない。おいこら、そんなとこで油売ってないで早く帰んなさい。はーい。はい、焼きたて。ありがとう。君、名前は？吉山あかり。家は？それ食べたら帰りなよ。うちの人心配してんじゃない？家でなんでしょう？私2010年から来たの。え？未来から来たの。ある人に会うために。打ちどころ悪かった。本当なんだって。まあ、だって実際空から降ってきたでしょ。ね、それは分かってるんだけど。証明するもの。財布。500円玉でしょ。あと平成19年。これが2010年の技術よ。小型ラジオ。携帯。携帯？主にこう電話なんだけど。あ、そっか、さすがに県外か。他に写真も撮れんの。すごくない？これって複合型通信機器装置。今撮ってる SF8mm 映画の小道具と同じだ。これ一つでどんな場所にいても通信できるし、記録も残せるし。俺の書いた未来がここに。あ、結構いけた。あ、
じゃあほら信じてくれる SF オタクなんでしょオタクオタクねえお願い亮太うちに泊めて亮太って無理だよあ私掃除も洗濯も料理もするから何も迷惑かけないからお願い止めてちょっと待ってそれに私何としてでも深町和夫にメッセージを伝えてすぐにでもお母さんの元に戻らなきゃいけないの彼に会えたらメッセージを伝えれたらお母さんもう一度目を覚ましてくれるかもしれないだからお願いします一緒に探してください悪いけど上がれよ。何やってんのさ。ほら、やっぱり。何？二人して。何じゃないだろどうもどうもべっぴんさんじゃん亮太はこういう子が好みだったんだね違うよいやいとこのあかりですあそういとこのあかり受験で田舎から来てるんだそいつはラッキー今彼とかいるのこいつは門井私は夏子こいつと一緒に亮太の映画に出てるの向かいに住んでるからさ何かあったらいいんだよこれよかったら見に来てはいじゃだったら松代までたたりそうなタレント5年連続ナンバーワン市瀬夏子ねえゆうこちゃん巷では若者たちの間でしらけたなんていう言葉が流行ってましてね今は高校生かあ学校の名前聞いてくればよかったななあ俺どうなってる溝呂木亮太って映画監督有名私映画見ないかあんま分かんないな、うん、家の住所は分かんない赤い手拭いマフラーにして何それえ神田川よこちゃんの風呂や一緒に
お風呂入りたい。ないよ。え？ないの？あ、じゃあそこの横丁のお風呂屋さん行こうよ。ダメ、銭湯の日はあさって。え？チンまで冷えて。毎日入ってないの？毎日なんてもったいない。それに冬だし。いや、季節の問題。共同の流しで十分。え、廊下の？寝て行ったのよ。もういい。あの頃。こたつ入れば風邪ひいちゃうから。大丈夫そうだな。あった。これがお母さん？そう。じゃあ深町和夫。ちょっと見せて。ないな。うん、でもほら見て、二人とも三の四ってほらクラス証。おかしいな。心霊写真ってことないよな。あ、そうだ、直接お母さんに聞きに行こう。あった。ごめんください。ごめんください。ごめんください。ゴロおじちゃん。あ、おじちゃん。なんだ、もう吉山くんのいとこだったんだ。で、あなたがお兄さん。え？あ、似てないね。でもいきなりおじちゃんなんて驚いたよ。あ、ごめんね。あれ、和子ちゃんがよく五郎くんの話をこうしてたから親近感が湧いちゃって。吉山くんが僕の話を。彼女に会いに来たんだけどさ、家に誰もいないみたいで。吉山君なら横浜に引っ越したよ。え？うん。いつ？高校入学と同時に。いとこなのに知らないの？あ、いや、なんか最近疎遠になってたから。ほーかな。
ああ、そうだ。五郎くん。ん？この男の子知ってる？見たことないな。制服は一緒だけど。そっか。あ、和子ちゃんの学校と住所を教えてもらってもいい？ああ、いいけど、住所は家に帰んないとわかんねえ。夜には配達終わるからさ、電話してくれる？はい。894-4141、白よよいよい、朝倉酒店。じゃあ。じゃあ。白よよいよいって。ね、時間空いちゃったね。あ、じゃあさ、ちょっと付き合ってよ。未来都市に走る空飛ぶ車スタート！ドカーン！タイトル、光の惑星。地球の自転は狂い始め、重力も失われ、大規模な地殻変動が起きた。画家のヒロは壁に100個のつぼみがついた桜の木を描いた。この桜が満開になったらきっと助けが来る。そう信じて彼らは助けを待ち続けた。そしてじゃあ俺こっちだから。あ、私こっちね。70年代色に染まってくるから楽しみにしといてね。気持ちいい。極楽。いや。温まったって感じ。寒い。あ、そうだ。ね、どう？激川コーデ。これ夏子さんに借りたの。イケてるっしょ。ごめんね。激川。何語？え？何語？激川。あ、リアル神田川。本当にあんだね。あれ、りょうた？なに？今見届いてたでしょ。なわけないだろ。私帰ろう、寒すぎる。ね。何に多くちゃわからないな。でもここにいることは間違いないんだからさ、頑張って探さないと。マグ
えることできるんだね。お母さん。あの。突然すみません。あの、私人を探してて、男の子なんですけど、深町和夫って人。深町和夫？中学の同級生でしたよね。あ、3年 C 組の。これ私？隣の男の子、わかりますよね。知りません、ごめんなさい。こんな写真も撮った覚えもありません。いや、でもほら一緒に写ってるし、同じクラス上。ごめんなさい。じゃあまた明日来ます。何か思い出すことがあったら教えてください。失礼します。頼んだ本人が知らないってもうお手上げだな。やっぱり心霊写真じゃん。そんなはずないでしょ。だって自分で薬まで作って会いに来ようとしてたんだから。うん、そうだよな。なあ、帰りちょっと寄り道しませんか。小鉄、亮太、小鉄、ああ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 、おお、なんだっけか。ああ、亮太。え、どこの家もこうなの？なんだ、お前の女か。いや、いとこ、あかり。うん、あかり、いい名前だな。あかりがなきゃ家を取れないっすね。てか、服着てください。え、こいつがカメラマンやってくれてる。五鉄撮影機材買うために賭け麻雀して5日間徹夜で打ち続けたから五鉄。よろしくな。よく書いたな、これ。いいだろ。うん。こことか、ほら、カブリックだ。バン！死ぬのは無理。バン！死んでも、こっから、まだの力。バン！いって！まあ、いってんだよ、大丈夫か。わかんねえわな。お前、ここはこんな、お前、女の描き方で、立つかよ！俺のチンコは立たねえぞ！立たせてみろ！立つ立つ全然立たねえんだよ。立たせてみろよ。未来沙織沙織俺のカメラカメラ濡れたカメラ。なんか大丈夫かよ。りょうた、りょうた、ちょっと早く貸せ。ちょっと貸せ。貸せってそうなんじゃねえよ。早くも。なんでよ。濡れたよ。
何か思い出せましたか？力になれなくてすみません。でも私に関係してることなんですか？あの写真の男の子。あ、まあかなり関係してるっていうか。あ、和子さんはどうして横浜の高校に？父の仕事の都合もあったんですが、私薬学部に進みたくて、それで理系の強い私立を選んだんです。お待たせいたしました。あ、それはいつ頃から目指してるんですか？中3になった春に突然薬学の勉強しなきゃって半ば使命みたいに感じて。その頃からか。あ、それともう一つ聞きたいことがありまして、あのこれ知り合いの家で見つけて。あ、これ長谷川さんが撮ってくれた写真だわ。友達の家庭教師してる人知ってるんですか？長谷川。ええ、長谷川正道さん。あ、五鉄さんって言った方がわかるかしら。みんなにそう呼ばれてるから。亮太んちってさ、どんな？ん？俺んち？うん。両親と妹の4人家族で、うん、親父が秋田で印刷工場やってる。へえ。じゃあ後継いでって言われないの？本当は継いでほしいって思ってるんだろうけど。じゃあ応援してくれてるんじゃん。いいお父さんだね。うん、君のお家は？私？私ね、お父さんの記憶がほとんどないんだよね。私が小さい時にお母さんと私と置いて出てちゃった。まあお母さんがずっとそばにいてくれたし、もともといないも同然だから寂しいって思ったことはなかったんだけど、いたらどうだったんだろうなってのはいっぱい想像したし考えた。
なんかごめんね、なんかこんな話しちゃって。あ、これもらっていい？いいよ。4万1200円か。これでできることなあ。これならずっと目に触れやすいだろ。未来にも残せるし。え？いや、もしかしたら深町も未来人ってことありえるだろ。この時代に存在してないとしたら。ああ、なるほどね。ああ、いやでもありえないでしょ。それはお前が言うなよ。4万円でなんとかお願いできませんか。何度もお話ししてる通り、一段20文字の枠で5万、これは決まりなんです。そこをなんとかお願いします。急を要してるんです。じゃないとこの子の未来に重大な影響が。え、 あ、そうなんです。私の未来に。私の未来、あながち間違ってないだろ。お願いします。お願いします。わかりました。4万で受けましょう。今回は特別、内緒ですからね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいから。すごいじゃん。よいしょ。おお。はい。混ぜてからどうぞ。じゃあこれを。よし。うまい。ラーメン、ラーメン。次はラーメンを。トミー、トミー大丈夫？めちゃめちゃ怖いんですけど。複合型通信機器装置頼むよ。よし。二人はあのもっとさ、無重力だから、そう、フラット、フラットね。そう、こう、なんていうかな、あの、もっとゆっくりでいいと思う。右足とかも。じゃあ何枚入れようか。はい、ゆっくりゆっくり。そーっとさ、ロールいくつか。つま先からかかとまで上げすぎ、上げすぎ。もうちょっと、そうそうそう、そんな上がんない、上がんない。もうちょっと。いいね、いいね、いいよ。よし。じゃあ行くよー、本番、よーい、スタート。この作品撮り終えたら奨学金でアメリカ行くんだ。カメラマンの修行で。あいつの面倒しばらく見れないから頼むわ。行かないでって言ったらどうすんの。え、彼女が行かないでって言ったらどうすんの。そんなこと言うわけやない。でももし行ったら。その前に一人で行ってこいって言うだろうな。きついんだよ、こう見えて。
行かないでじゃなくて行けっつって背中蹴られるよこれ。小鉄ちょっと来て。うん。地上に出て直接通信レーダーに接続するしかない。本気なのヒロ。どうせ死を待つくらいなら悔いが残るようなことはしたくない。死ぬの私たち、ね、あカット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 。あっちょっと、先輩、全編終了でいいですね。終了！お疲れ様！お疲れ様！お疲れ様！よかった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 ！お疲れ様です！よかった！ありがとう！ありがとう！ありがとう！泣いてんだ！泣いてんだ！カズコさん、もし五鉄さんがあなたを置いて遠くに行くって言ったらどうする？また変な質問ね。それってアメリカのこと？あ、それ以外でも。頑張ってきてほしい。彼のやりたいってことなら応援したいから。なんてちょっとだけ強がりも入ってるけど。好きなんだ。うん。この後は？備品返し。一緒に行ってもいい？いいけど、機材屋で。じゃあついてく。70年代の男ってめんどくさ。新聞の告知、明日だな。うん。見つかるといいな。うん。向こうでみんな待ってるだろうし。そうだね。
この曲タクロ？この時代の曲だったんだ。ねえ、うん、なんで私置いてくれたの？なんだよ急に。いいよ。まあこんな美少女に頼まれたら断らないのが普通か。りょうたは将来ビッグの監督になって綺麗な女優さんと結婚して可愛い子供がいるんだろうなって思った。でもさ、その時の亮太には私は過去の人になっちゃってるんだよね。なんか未来から来たのになんか変だよね。ちょっと出てくる。りょうた？とてつ！突然終わり。どうした？カメラ貸してくれないか。ラストシーンだけ変更したい。なんだよ。このラストだけはどうしても自分で撮りたい。本当すまない。頼む。一つ貸しだ。ありがとう。ああ。私が出るの？よーい！
ここの桜36年後でも咲いてるかな。うん、咲いてるよ。ここだけはずっと変わんない。明かりの時代が来た時さ、こうやって並んで桜見れたらいいな。そうだね。その時俺56のおっさんだけどいい？ウケる。ウケる？あ、その話お受けしますってこと。ケン、これを確認してもらいたい。これは すいません。りょうた、電話。おふくろさんから。もしもし。あ、おかえり。ねえ、フィルム出してきた？いつ出来上がんの？あれ、いや、私すんごい早く見たいから、いつ完成するのかなと思って。ちょっと、親父が倒れた。脳卒中だって。過労がたたったんだ。俺が上京してきた時から順調ってわけじゃなかったけど、オイルショックの煽りを食らって工場が一気に傾いて、それを立て直そうと必死だった。俺はそれを知ってたのに帰らなかった。親父のこと見ないふりしてさ。家を捨てたも当然だよ。お父さんが倒れたのは亮太のせいなんかじゃないよ。だって応援してくれてたんでしょ。なのに俺はのんきに映画撮って。今すぐじゃなくても時間を置いてでも完成させることはできるでしょ。未来人にわかるかよ。
呼んだのは君か？もしかして深町和夫さんですか？君は？ あかりです。吉山あかり。
吉山和子の娘です。吉山和子、誰がタイムリープの薬を？母です。吉山くんが？はい、あなたに会うために。でも事故に遭っちゃって、今入院してて、だから私が来ました。具合は？そうか。本当は1972年の4月に飛ぶ予定だったんですけど、間違えちゃって。でもどうしてですか？今高校生のはずじゃ。僕は2698年から来たんだ。2698？まだ薬が開発されていない2010年から誰かが時空を超えて深町和夫を探しているという情報が入ったんだ。それを確かめに君が超えた時空の形跡をたどってここへ来た。情報って？新聞。尋ね人に昔の名前が出てた。本名はケン・ソゴル。ケン・ソゴル。でも2698年までね、届いたんだ。ソゴル、すごい。あ、そうだ、消し忘れか。彼女は僕に何て？約束消えてないって。教えてください、ハートの約束。1972年、僕は開発途中のタイムリープの薬を試してこの場所に着いた。実は帰りの薬を置き忘れてしまって、その薬ができるまでの間だけ深町和夫としてこの時代に存在してた。その時彼女に出会ったんだ。彼女は僕が割ってしまった薬の香りを偶然嗅いで、短期間だけタイムリープする能力を身につけた。その香りがこのラベンダーなんだ。それから僕は彼女に恋をしてしまった。だけど未来へ帰らなくてはいけない。そして存在していた記憶も消さなくてはいけなかった。それがルールだから。いつかまた会いに来てくれる？
深町和夫としてじゃなく全くの別人としてだけど、きっと未来の君に会いに行く。記憶は消えてもその約束だけは心で覚えてるわ。使命を終えた。これで帰らなきゃいけない。僕の使命は君と君に関わった人間の記憶を消すことだ。待ってください。最後にどうしても会いたい人がいるんです。その人に会って未来へ帰ります。分かった、夜まで待つ。やっと伝えられたよ、お母さんのメッセージ。俺も会ってみたかったな。きっとびっくりするよ。想像と全然違うから。ますます会ってみたい。秋田、今夜の夜行バスで行ってくる。明日の朝着いたら連絡する。明日。おう。明日私の誕生日だ。なんだよそれ。これ預かっててほしい。何これ？映画のフィルム。まだ音入ってねえけど。すぐ戻ってくるから。
この映画だけは完成させる。帰ってきたらさ、映画一緒に見よう。誕生日プレゼント。帰ってきたら もう私はいないんだ。フィルムなくすなよ。スキー旅行に行くんだけど、家に夜行バスのチケット忘れちゃって、あと20分で出発しちゃう。ちょ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 、どこから？え、新宿。え、家どこだっけ？双子玉川。いや、だよね、明らか間に合わないよね。ああ、もう楽しみにしてたのに。いや、どこ行くつもりだったの？秋田の能代スキー場。秋田。秋田、今夜の夜行バスで行ってくる。秋田県能代行き深夜バス転落事故。バスは国道4号線を北上し、翌3日の未明崖下に転落。乗員乗客合わせて38名の尊い命が奪われました。僕ね、このバスに乗る予定だったんで。明日の朝着いたら連絡する。すぐ戻ってくるから。あかりさん、どうしたの？りょうた、ちょっと。あかりさん、乗り場変わりまして、西口ロータリー内、臨時停留所26番乗り場です。通話
ません。すいません。すいません。はい。秋田行きのバスはどこですか。秋田行きのバスはあちらですよ。すぐ済みます。亮太お客さん困りますよ。秋田行きのバス他に出てませんか。いやこれだけだけど能代行きならあれだよ。未来から来た人間が過去を変えてはいけない。なら私は未来に帰らない。ピン。私はここに残る。記憶を消すよ。
県能代行き深夜バス転落事故、帰省客に加え多くのスキー客を乗せた。届いたのね。ああ、深町和夫として来てくれたんだ。ありがとう。君によく似てる。お母さん、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 母が目覚めました。お母さん、わかる？あかり、あかり、念のため MRI 検査をしますが、この状態でしたらもう大丈夫でしょう。ありがとうございます。なんだかね、懐かしい匂いがするの。懐かしい匂い、誰が置いたんだろう。でもいい匂い。
西山です。長谷川ですが。あかりか。うん。お母さんは意識が戻ったからもう大丈夫。そうか。うん。あの。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。元気か。八ミリなんか見んのか。うん。監督は。タイトルは。光の惑星。どうしたの。ああ、よくあるタイトルか。古い立ちと昔撮った作品と同じタイトルなんだよ。じゃあ、いい写真お借りします。ああ、持てるか。大丈夫。そっか、友達と車で来てるから。あ、そうか。じゃあ。じゃあ。ありがとう。トミヤ、あんたそれ本当にわかんの？大丈夫だよ。よし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 。ですよ。はい、行くよ。オッケー。
り？なんで泣いてんの？なんでだろう。わかんない。これ、中に入ってた。Thank you.
命は